も寝てくださいね、本当に。お眠でしょうからね。ルナッツ。銭湯さん明日休みなの？はい、休みです。でも休みじゃなくてもこんぐらいやりますけどもね。ヒルデ。ヒルデの下の名前忘れたな。これでもあれですよね。何でしたっけ？ユンの彼女でしたっけ？ヒルデ主題歌。はあ、詳しいな皆さん。もしも忘れちゃったわ。そうですよね、ディオの嫁ですよね。で、左側のがなんかちょっと、早く私を殺しに来なさい、ほげーほげーほがらかほげーみたいな。この動画上げないの？これちょっと動画として上げるクオリティじゃないと思いますね。パパパパパ。お、なんかいたいた。デキム。こんなんいたな。なんかちょっとこう羽かっこいいんですけど、顔おじいさんなんで、ちょっとアンバランスですね。あとなんかちょっとおかしくないですか、これ帽子のかぶり方。あ、来た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 。雷神マハケン。避けられなかったようだな。あ、ゴヒさん。ゴヒさん来たー。ゴヒさん来たー。へぇ。トロは、黙して語らず。はい、ほい、はーい。おまりめやくしゅりなーだ様ビリリーン。超かわいい。でもこの子なんかかわいそうな子なんですよ。だから皆さんちょっとあんまりいじめないでくださいね。てかいじめたら切れます。マリミヤさんパイロットやってほしかったな。あ、レディアンだ。レディアンどうでもいいや。あ、レディアンでも髪の毛下ろすと美人さんなんですよね。なんだこいつ、いきなり絵がおかしい人出てきた。なんかすごい絵柄違いますね。なんかまあいいや。ハヤトだ。まあいいや。塗りがおかしいですよね、オリジナルキャラは。私にもコードネームをいただきたいのです。テラコヤス。さしずめ火消しの風ウィンドとでも名乗らせていただきましょうか。んー、ディオですけどね。すごいな、自分で言っちゃいます。火消しの風ウィンドでも言ってもらいましょうかみたいな。火消しの風か、やばいな。ほら、いたいたいた。これディオ・マックスウェル、通称ユンです。火消しの風、嵐が来たら頼むわ。ニコ生的発想ですね、それ。かっけえ、13番目の星座。お牛座、お羊座、カニ座、双子座、魚座、水亀座、ヤギ座、サソリ座、獅子座、乙女座。ああ、あれ？星座10個ですね。13番目って随分飛びますね。シシシザサーペント。あ、あ、そういうこと。モビルドール。モビルドールっていうのは皆さんわかりますか？モビルスーツではなくモビルドール。これはですね、なんだっけ。うお、すげえ、銀さんだこれ。全然意味わかんない弾幕ですねこれ。ブルベンターのサリーとヒルデ。リュウはですね、なんかお調子者なんですけど、死ぬぜみんな死んじまうぞとか言って、ちょっとこう死神キャラをやってるんですよね。でもなんかこうヒーローに振り回されるだけのいい人みたいな。ヒーローはですね、ちょっとあの T シャツなんですよ服が。でリオだし。あ、コンテナだ。
この黄色いのなんだ、あ、黄色いのコンテナかな。まずまあコンテナ取りに行きましょう。うわ、BGM かっこいいな。ドゥンドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン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 ドゥ5人のキャラクターがいて、まあみんなそれぞれストーリーがあるんですが、まあ、1人一番厄介なんですよね。友達にしたくないやつナンバーワンみたいな。で、リオは友達にしたいやつナンバーワンみたいな。ヒーローは、友達でもないですね。トロは結構いいやつです、こんなんですけど。トロワのトロワ・バートンっていう名前は本名ではなくですね、まあ、トロワには名前がないんですよ。なんかたまたまなんかぶっ倒しちゃった人がトロワって名前だったから、そのトロワって名前をもらった人のような気がします。それが本当にディオだけが割り食うんですよね、あの5ガンダム乗りのパイロットたちは。なんか一人常識人みたいな感じなんで、うわこれきついな、きっちい。セントスガンダムマーク2、かっけえそれ。すげえかっこいいですね、なんか。いいのかな、それかっこよすぎて。なんでこの二人ガンダムじゃないんだろう、かわいそうに。リオ。リオっていうのは、ガンダムウィングに出てくるロボットの中では、まあ、ザクみたいな立ち位置ですね。見た目通りです。どんだけ増援くんだよ、これ。何何、今度は。え？あ、デキム。これ、でもロボット、これエンドレスワルツじゃないですよね。地球クリーン作戦の。何でしたっけ？アドラステア。そんな名前だったような気がします。もうでもガンダム覚えてないな。デキム・バートン。ティム・バートンみたいなもんですね。キッチー、これキッチーっていうか敵の動き長すぎです。そうです、地ならしというか、なんか地球にいる人たちを全員なんかぶっ潰しながら走る巨大なローラーによる車ですね。すっごいなんかもう生産コンセプトっていうか、なんでしょうね、考え方がもうすごいなんか独特というか終わってますね。まあ、そうそう、ロードローラーです、でっかい。え、ウィングそろそろ20周年マジっすか。おー、マリーメイヤーへ、かっこいい。来た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 、援軍来た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 、プル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 、あれ、え、お呼びじゃないんですけど、火消しの風は。私の読みが正しかったな。平和に馴染めない男も少しは役に立つということだ。え？こちらはプリベンターウィンドだ。プリベンターウィンド。ふふふふふ。そう、あの皆さんおっしゃることわかります。なんでこやつだけフルボイスなのっていう。もう言われてますからね、ゼクスだって。死んでいたさ。なんでフルボイス。だが。トレーズの亡霊がさまよっている以上、おとなしく棺桶で眠っているわけにはいかんのでな。貴様のことはシロッコから聞かされていた。へえ、シロッコって生きてんのかな。あ、ですね、ゼクスっていうのは、まあ、てか難しいな。リリーナ・ドーリアンっていう人がいます。さっきの女の子なんですけど、それはいい人です。で、みんなそれを守るために頑張ってます。で、さっきのゼクスっていうのは敵だったんですけど、この話だとなんか味方です。で、なんで味方かっていうと、ゼクスはリリーナのお兄さんなんですね、実は、みたいな。まあ初代ガンダムみたいなもんなんですけど、
私はジオンのギレンザビとは違う、ディオとは違うみたいな。うるさい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 。戦える人いないんですけど、ちょっとリペアきっといらねえ。ていうかこれどう考えても、もうトールギ3っていうのはちょっと伝説のモビルスーツなんですけど、これ出てくるとこ間違えてますよね、完全に。勝ち目ないっしょ。まあ、とりあえずコンテナ取り行こう。あ、こいつ加速使えそう、風出しねえし。あれ、いまだにいる、スパあれの人がいる。すいません、スパゲーム違いました。え、おお、あ、表示しよう。すごいな、リオ実弾ライフルですからね。武器が。おお、背景よくできてる。コロニーですね。バシャン。俺の邪魔をするつもりならお前を殺す。このモビルスーツでお前を殺すとか言われてやっべー、リオだっせ。いやでも、もうあのモビルスーツを支給されるってこと自体かなりのエリートですから、だからリオを最初もらった人はこれ以上の抵抗は無意味だ、すごい嬉しいでしょうからね。テラ緑川って感じですけども、リオそうですよ、多分ゲーマーで言ったら PP5500 以上じゃないとモビルスーツは支給されないような世界だと思うんで、だからリオ乗れるだけですごいですよ、本当に選ばれしゲーマーって感じですわ。自分だからリオ乗れませんからね。あ、やばい、これ喧嘩になっちゃう。なんであのプリベンターウィンドさんはフルボイスなのに主人公とその仲間は、しかもこれ名台詞ですよ、これ作品の中での。貴様らは正しいのかと聞いている、貴様らの正義はだった。もうやんちゃだな、ウーフェイは。誰にも俺を止めることはできん。もうすごいプルプル震えた。相当これゲテモノガンダムなんですよね。言うても、あ、痛い痛い痛い。もう俺たちの戦争は終わってる。リオでだから言わない。ずんぐりむっくりなの。マジリオ乗り換えたい、早く乗り換えたい。ヒーローたちは誤信で言うと誰なん、ヒーローが梅原さんです。もうなんかキャラ設定的もそうですね。それでリオが抜きさんです。それでトロアがサコさんです。であと何残ってましたっけ、ハイタニさんと孫さん、あ、違う、トキドさんだ。トロアが、じゃカトルがトキドさんです。え、じゃあハイタニさんウーフェ、それおかしいな、ちょっとすいません、分かんなくなりました。まあいいや。で、格ゲーは今5神じゃないと思うんですよ、多分16神ぐらいに付与しておいた方がいいと思うんですよね。何ができる、あ、いや合ってる。ああ、ようやく手にした平和を無駄にするつもりか。ゼクスな、昔はなんかお面かぶってて結構なんか本当に若気の至りっていう立ち振る舞いだったんですけど、大人になりましたね。あ、そうです、自分リリーナドーリアンですね。またの名はリリーナピースクラフト。
そうか、じゃあ格ゲー10結集みたいなの作ってかなくちゃいけませんよね。まあその最初の護身の方々が入っていて、そこにさらに護身っていうか数の子さんですよね。今日本って数の子さんの一強じゃないんですか。違うのかな。あ、そうか、フードさんとかいるのか。さすが皆さん格ゲーマーには詳しいですね。自分もあの格ゲー100神ぐらいの中には入れるかもしれませんね。100神無理かな。ヒーローデュオアドラステアを止めるぞ。無理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 。ちょ待ってよ、これどうすんだ。アドラステアを止めるってどうすんだ。止めるぞって言ったって君はコンテナあさりでしょ。どうしよう。邪魔しよう、とりあえずアドラステ。カズノコにはネオデッ、ネオレッドデビルカスタムっていう専用機があるから。へえ。ダブルニガンダム。それまずいわ、それまずい。発想の勝利ですわ。マジダブル2ガンダムだけはほんとダメです。それまずい、強すぎです。あ、おはようの方、おはようございます。全然眠くないですけどね。コーヒー、自爆スイッチ押せ。無理。もう一度言う、自爆スイッチ押せ。無理。だって弱いもん。絶小ガンダム。いや、二小ガンダムでしょ。もしくはドギタねえパナシガンダム。倒せないぞ。上演来ないもん。道塞ご。邪魔しよう。これ4体でアドラステアを囲めばいいんですよね。デュアルシェンシャー。てかさっきから名人様コメみたいなの全くないんですけど、皆さんアルファガイデンあんま覚えてないって感じですか。ここってこれアドラステアが上にたどり着いたら負けみたいなのあります。キョランダム。名人はネタ。あ、記憶にない。よかった。じゃあ自分もでもこれ動画に上げたりするとなんかいきなりなんかおい、セントそのプレイはないみたいなことをどっかからともなく湧いてくるんですよ。名人の夜は早い。いや、勝利条件見ても分かんなかったです。書いてなかったですから。じゃあ大丈夫なのかな。とりあえずアドレス手だけ邪魔しよう。もうウーフやん、もうすげえ血まなこですね、本当に。やばいやばい、リオがお腹すいた。いや、自分もお腹すきました。おお、すげえ。今の動き方すごい。戦艦らしからぬ方針転換でしたね。あ、ブロマが一旦ちょっと更新停止中です。途切れちゃったんで。前方に弾幕を展開する。バサ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 。このディオ様に当てようなんて100年早いんだよ。ディオですけどね。っていうか今のひどいな。自分の EX ゲージの吐き方ぐらいひどいですわ。
灼熱みたいな感じでしたね。てかヒーロー弱いんですけど大丈夫かな。これお、でもこれなん か発動したっぽいですね。底力かな、持ってんのかな。来たよし、パシュー。あ、カート割れた。よし、かき出撃ヒーロー、はーい、プルルフォーノイン。少な、間に合うかなこれ。少ないな。どうしよう。あ、でもこれ士気強いな。ゴメス艦長が狙われるってことないでしょうからね。だから士気系、士気の中にいる状態で戦うといいような気がしますね。チャン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 。こうして、でこうする。ちょっと待って、式どこまで。ほう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 、いいね。こうして攻撃、バールカン、いけ。ルールか。グレミーが信じた、プロを信じろ。来た、いい曲ですよ。でるるるるるるるん、ちゃんちゃんちゃん。あんたたちなんかに地球圏を支配させたりしないわよ。さあ、Gガンダムの実況者ですね、この声の人は。松井直子さんでしたっけ、声優さんは。逃げろ逃げろ、避けろ避けろ。私を狙ったって無駄よ、無駄。ちゃ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 、いいね。グレミーが愛した、ルーを愛した、俺を信じろ。このタイミングでプレミアム会員入っちゃう方がいる、いいですね。よっしゃ、ヒートショーテル、何これ、何これ、舐めた武器。バルカンとヒートショーテル、ヒートショーテル。あ、来場者1万超えました、ありがとうございます。何ヒートショーテルって。バリバリバルカンパンチ。覚悟。ええ、何これ。あ、ノインの声は横山チサなんですよ、それだけは知ってます。何このガンダム、マジ舐めてるな。バルカンとビームサーベルしかないんですよこれ。燃え尽きるほどヒートショーテ。みんな面白い。あ、ハイメガキャノンとかあるんだ。これハイパービームサーブル10減るんだよな。そりゃねえわ。てか使いづらい機体だな。まあいっか、使わないっしょ、マップ駅とか。松井さんも桜大戦の小栗子じゃなかったっけ。そのコメントひどいですわ。小栗子は小桜悦子さんです。よく知らないですけど、その何とか大戦っていうのは。使えるよ。おお、プル専用ボイス。お、機体では勝てないとでも言うのか。ヘル、またキャラ差がーだ。わざわざ落とされに来たか。ちゃんとやらなきゃブライトさんに叱られちゃう。いねえし、ゴメス艦長だし。
4のデビュー戦だ。みんな寂しいサーカスの子供さん。よし、ちょっと私行ってくれよ。チャンチャララン、チャララ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 。あ、優しい顔、これが勇ましくなりますよ。みんなのためにも。グリシーヌブルーメール参る。脱出する。なんだ今、ショートレンジタックルみたいでしたね。すごいタックルだったな今の。この二人超可愛いんですけど、なんかおいどうするよこれ、やばくねみたいな。やべえだろこれマジで、どうすんだよみたいな。もうこう破局度はショートレンジタックルですね。確かにウイグル極長ですね。ちょっとでも邪魔しないといけないんで、アドラステよ。群がってきてんな。来た来た、撃っちゃいますよこれ。いっけー。なぜフォーは声変わったん。そうですね、ゆかなさんに変わったんですよね。知りません。なんかあれ結構いろいろと話題になりましたよね。なんでなんでみたいな。で島津さん、さえこさんがなんかちょっと、でて超減った。でかいバルカンすげえ減ったんですけど。かっけえ。おっほー。あ、おはようの方、セントスです。おはようございます。ファン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 。いいね、いいよ。そうですね、島津さんは引退もしてなかったですし全然現役なんですけど、まあでも別にいろいろあってもいいんじゃないですかね。よくわかんないです。うわ似合うな。でもさっきはバイブレーションやばくて、なんとかしてほしいですね。脱出する。ほんと軍人向いてないですねこの人たち。今来たスパロボかよ。すいません、色素クゼクーさん。おお、いいけどちょっとこれ Z ガンダムそろそろ動けなくなりそうなんで、ちょっと武器変えますわ。スパオかと思いました。そうです、定期的に釣られる人が来てくれますね。このおかげで来場者数噛みまくりですね。1万人超えちゃいましたね。釣りって大事だな。そっちの動きなんて分かっている。私を助けてくれたみんなのためにも。そう、では止められんのか。僕のハイメガランチャーももう限界です。はあ、整備したらどうですか。アストナージさんに整備してもらいましょう。もうなんかゴヒはほんとヒーローだな。てか死ぬゴヒじゃない、ヒーロー。え、おお死ぬ。よし行く。お、援護射撃撃てる。え、ちょっと待ってください、これ援護って経験値増えましたっけ。あのですね、自分の中での縛りなんですけど、経験値が増えない行動は取ってもいいっていう、そういう、こう自分の中でのラインがあるんですよね。あ、援護防御？あ、じゃあいいや、食らっとけ。
スパオを食べたいな。スパオほんと美味しいですもんね。うわ、お腹空いてきた。なんか食べ物あったかな。カップラーメンあるけどな。今食べていいのかな。5時だしな。ガンダムに集中攻撃を仕掛ける見切った。これ毎回服着るんです、服脱ぐんですかね。すぐあのせっかく援護防御してもらったのに避けていいのかな。ジョーラバイブ怖いよ。っていうかソーって今まだあるんですか。なんかあんまりあるの見たことないんですけど。弱っ。お、来た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 。これすごいすごいよ。ん、これ援護してもらう意味あんのかな。パン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 。今の貴様たちに何ができるお前もな。当たっただけだ。おう、こんなもの。なんだなんだ、音量が違うんですけど、これ。え、なんだこれ。むやみに戦いを長引かせるような真似はやめて。どうしたんだろう、ノインさん。音量がすごい違った、今。音響監督から大丈夫かな。これが奴らの力なのか。さささささささん、やばいやばいやばい。これいいんですか。これ行っちゃいますけど、いいのかな。死ぬ死ぬ死ぬ。避けてよ、ちゃんと。まずいまずいまずい。ちょっとこれ死に様見とこ。メインカメラだけでも。メインカメラどころか、もともともうぶっ壊れてますよ、体力的に。あっねえ、お前の攻撃パターンは解析済みだ。ヘロヘロなのに。しかもテカテカ。逃げろ。2% で食らうわけないでしょ。2%。初見、これがスパ砲か。いや違います。スパ、なんとかです。さすが皆さん、マイクが切れたことよく気づきましたね。素晴らしい。あれ取ればいいんじゃん。まあいいや、ほっとこ。どうすっかな、ちょっとレベル上げたいもんな。音が歪むのが気持ち悪い。あ、すいません。集中。ロングライフル、いいな。幸運使っときましょうか。多分こいつらの幸運使い道なさそうなんで。てかこのサブタイトルにもなってるサーペントたちクソ弱いですね、本当に。
何なんでしょうねこれ。援護？いや、いらないっす。もったいないんで。よし、行け。チャンチャンチャン、チャチャチャン。あんたたちなんかに地球圏を支配させたりしないわよ。地球圏 V の字切れ。行け、キャフー。戦闘続行不能、本気を発揮する。もう存命一筋って感じですよね。なんかもう期待をギリギリまで頑張らそうみたいな、そういうのないんですね。よし、だんだん追いついてきたぞ。きついな。どうしよう。ドゥンドゥドゥン。ダブルゼータのキャラ名、ビーチャはないと思う。いや、もっとない人いっぱいいるでしょ。ここでビーチャしか出ないんですか。集中しよう。ドゥ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 ン。クリティカルで一発で倒すぞ。これいけそうだな。クリティカル出ろ。あいつモビル道路だぞ。チャンチャラレンチャラレレ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 レ。きたー、これだからニュータイプは。何このクソ放送。あ、怒られちゃった。でもそんなあなたはアリーナ3611番目のコメントです。きたー、やべえな。ニュータイプのポテンシャルたるや。ニュータイプは多分今日本に現存するゲーマーは全員勝てないと思いますよ。だってニュータイプですもん。全員オールドタイプですもん。日本人はそれに比べたらほんとやべえ。バルカン、嵐はウィンドさんの化身来るぞ。そうですね、ウィンドさんどこ行きましたっけ。私だってダブルゼータを使えるよ。ほら、てか弱っ。高見森自分はオールドタイプ、そんなこと言ってました。いいね、ダブル2なんですよね。高見森じゃないんだ。すいません人違いですよね。おお、これちょっとやばいですよ。噛み合わない2人が一生絡むことないでしょうね。飲み会とかでも口を交わさないタイプでしょうね。なんかみんながメアド交換してる中でこの2人だけはなんかお互い牽制し合ってしないみたいな。戦いを見くびるな。もうお前もな、その期待お茶目すぎるんですよ。よけろ。左、右前方からいや、そうだったかな。いろんなところが来てましたけど。発射、カッサカ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 サ。これはやられはしない。ひどいな、こんな弱いのか、アルトロン。パン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 。なんでゴメス艦長に来るんだよ、もう。ああ、ちょっと待って待って、今これかばう必要が全くない。ランダムに集中攻撃を仕掛ける。
ってない。しまった。当たった。ノインさんどうしちゃったの？あー行っちゃった。あー終わった。もっといっぱい倒したかったよ。残念。じゃあ今日はこれぐらいですかね。なんかすごい頑張ったような気がします。わーフォー美人さん。でも飛ばす。マリーメイヤ・バートン、母レイヤは死亡、父は不明。え？とりあえずですよね。トロはタートルネックだな。これ以上ないってぐらい。あ、まだ釣られてる人がいる。あ、スパーで釣られた方、どうもこんばんは。こんばんは。スパーで釣られた方、こんにちは、こんばんは。あ、ハイホイの人いません。すいません。ハイホイの人っていいな。はい、すいません、スパオ実況でした。ほんと申し訳ないです。釣っちゃって。ちょっともう一回しよう。ちょダブルゼットガンダム弱かったんだよな。ちょっと待ってくださいね。ノインはトールギス3にします。多分こっちも強い機体ですよね。セクスはトーラス。もうちょっとうざったかったんで。でカトルが自分の機体に乗り換える。さあそして増えてないですか、いい機体。Vダッシュの方が強いとかないですよね、これ。そんなのいいや。チョバ増えた。チョバもあんじゃん。デュアルセンサーもある。完全これデュアルセンサーでしょ。ジョバムアーマーかー。じゃあノインさんにいらないだろうけど。あ、てか防塵装置とかあった。まあいいや、今使わないっしょ。セーブ。テスト勉強合間にセントスベガ見に来たのに釣りだった件について。え、そうですかね。どうなんだろう。はい、じゃあ今日はこれにて終了となります。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。あ、すいません、今来た方すいません。